何？ゆず買って。ゆず屋さんしてんの？いくらですか？12円。12円ですか？ここにお座りください。ここお餅が来るんですけど。はい、12円です。何個欲しいですか？1個でお願いします。ありがとうございます。じゃあこれいただきます。どうやって食べるのが美味しいですか？お餅にした方が美味しいです。お餅ですね。やってみます。素敵なゆずありがとう。あ、もう全部収穫しちゃったの？もうこれ以上大きくならないからいっか。これね、今年初めてここにゆずがこんなにたくさんできたんだ。いいでしょ？やるでー、今年も。手が真っ白のベタベタになるから最初にお餅のこの具をね、用意しとこう。昔はね、私の実家でよくお餅つきをいろんな人が集まってやってたんだけど、コロナをきっかけにちっちゃな臼を買ってやり始めたことから我が家の恒例にもなってます。これはね、きな粉でしょ、大豆の粉砕したやつに同量のお砂糖を混ぜて、きなこ餅、これも定番だね。あとあんこもあるし、お醤油もあるし、うまみソースもあるし、あと大根おろしと納豆、キムチもいいよね。大根おろしは皮ごとすってもいいよ、きれいに洗ったらね。これにうまみソース、姫が怒ってきて遅いって、早くして。うん、いい感じ。今そっちはゆず屋さん知ってる、さっきゆず買ったよ、1個12円だった。これ2個110円だった。まあまあお得な時期に買った。そう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 、うまいうまい。今年はすーちゃん戦力になりそうだね。オッケー、頼むぜ。お餅ついた人だけが食べれるんだよね。お餅ついた回数食べれる。え、回数？すーちゃん、何してんの？これはね、お餅、もち米ね。昨日の夜からお米つけてて、朝1時間ぐらいふかしたかな。パパ、please translate me? みんなわかんないじゃん、トランスレートして。10 minutes ago I saw the live。これお餅だよ。はい、で、すーちゃん寝てます。いくよー。おお、はい、すーちゃん、もうすぐやって、すぐやって。最初さ、最初さ、これだよ、最初さ、こうだよ、すーちゃん、こうやって潰すんだよ。そう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 、うまいうまい、グッチョー。一緒にやろう、一緒にやろう。これが大事なんだよね。うん、もう何回かやってるから分かってるけど、そうだな、はい、美味しくしてください。 Very hard. Very hard. ここが一番大変だよな。 Smashing the rice is the very important to difference is a good mochi or not good mochi. そうだね、ここで決まるよね。すーちゃん一回叩いていいよ、叩いてみる。そうそうそう、うまくなったじゃん。ああ、よいしょ、また眠たくなった。She's getting sleepy because of the sun。 このさ、裏がさ、綺麗になるからさ、ついた方じゃなくて、あ、そうか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 、だからいろんなところを裏にしていきたい。すごいじゃん、もう餅じゃん、もうすでに餅でしょ、うん、熱いよ。あとでももうちょっとでいいぐらい、うんうん、まだ温かいうちにもうちょっとやりたい。頑張れ、また五十肩大丈夫？ダメダメ、明日大変。そう、ちょっとビューティフォーじゃない？ええ、うん、いいや。あ、こんなママも一回もやってないわ。ママやる？でもママやりたい、パパ代わって。ほい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 、やばい、ちょっと裏返してもう一回だけやろう。よし、
お疲れ様でした。いい感じ、すっごい綺麗だよ。過去最高に綺麗だよ。次はお餅を丸めていこう。これで丸めていくよ。なんかさ、こうやってさ、綺麗なところをさ、こうやって出してさ、で、ここをキュッとくくってさ、こうやってくるくるくるって。うまいうまいうまい、いい感じいい感じ。で、できたお餅をそっちパパの方に置いていこう。で、ママいっぱい固くなる前にこうやってちぎっていくから、で、どんどんくるくるしてってくれる。おいしそう。 Looks really stretchy. Very stretchy. 今急いで丸めているよ。こうして、で、お尻をキュッ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 と。そうそうそう、うまいうまいうまい。うまい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 、めっちゃうまいじゃん。見て、パパ見せて。あー、すごいすごいすごい。パパ見せてって。おー、すごい。こうやって、そうそう、綺麗な面を出して、そう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 。で、お尻キュッとつまんで、うん、で、こうやって、うぇー、ほら、すごい綺麗。ビューティフル。年末らしいね。うん、カルチャーオブジャパン。カルチャーオブジャパン。カルチャーだよね。早く食べたい？うん。よし、食べよっか。あったかいうちにね。いただきます。はい、召し上がれ。 Let's eat。 うん、うん、うん、おいしい？ね、見てみる。あ、おいしそうね。すごいおいしそうにできたね。 This is なっともち。お正月を感じるね、うん、今年のお餅滑らかじゃん。 Very smooth 餅、美味しい。こうしてさ、美味しい。これ絶対美味しい。絶対美味しい。うまみ and sugar and 海苔。いただきます。うん、うん、すごい美味しい。美味しい、うん、これは納豆餅 and うまみ and 海苔。うん、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 すごい美味しい。うん、うまみ砂糖最高いね。うん、なんて言ったの？なんで言ったの？当てて。もうこれめっちゃ美味しい。うん、あ、あんこも食べよう。これは間違いない、うん、でもうまみゆずが一番好きだった。うまみゆずよかったね。うん、うまみゆずでもう一回食べよう。うまみゆずいいよね。すごい美味しいよ。うまみゆず海苔が超美味しい。あー、楽しかったね、うん、今年もね、うん、We had a lot of funWith mochi pounding this year too. ね、みんなと一緒にできてね。本当だね。Thank you so much for joining Kimonoko. パプリカ花が咲いたら、晴れた空に種をまこう。ハレルヤ夢を吐いたら、心合わせてあなたに届け。イエーイ。イエーイ。昨日スーちゃんの発表会だったんだよね。上手なママのお友達が来たので、今作ったお餅をみんなで食べます。焼き餅にしようかな。お餅はね、あのトースターで焼いたらいいんだけど、こういうホイルを敷いて焼くとくっつかなくて後が楽ですよ。スーちゃん、おぜんざい作ったよ。みんなで食べよう。お友達のレイナさんとソウさんです。お邪魔してます。もちパーティーです。もちパーティーです。もちパーティーです。美味しいです。のレイナさんは使わなくなったお着物をアップサイクルしてアートに変身させるアーティストの。着なくなった着物ってどうしていいか分かんなくて、大切だけど10年20年ってタンスに入ってる着物とか多分日本中にいっぱいありますよね。それをいつでも目のつくところにこうアートとしてこう蘇らせているアーティスト、今日一緒に作る体験をさせてくださるみたい。もっともっと日本の伝統の知恵と理をもっと世界に広げよう。おー、素敵っていう思いで作ってます。何がきっかけ？旦那の実家のお母さんの着物がすっごいたくさん家にあって、でそれを見てすっごい綺麗と思って、美術館に飾りたいってお母さんに言って、うん、いや、いいけど日本中の家族そういうのはあるよって言われて、で調べてみると本当に各家族が何枚か持ってるっていう、そういう美術作品なのにちょっと丈が短いだけでもう使わない、もうずっとしまったままっていう事情が、こんな綺麗なものがずっと何十年も
タンスにしまったままっていうのはちょっともったいないと思って何とかしようと思って、私初デートで夫と着物を着て映画館に行ったんですよ。そしたら夫がポップコーンと赤ワインをパーって私の着物にかけてわしゃーってかかったでもなんかそういう着物だったら初デートの時にみたいな思い出がね あったりするとそれが楽しみは恋しみですいいですよね、うん、しまったままだと思い出も忘れちゃうし、カフェとかに飾ってあると思い出も蘇らせる意味っていうのもあるから、うんうん、じゃあぜひ教えてください。そう、今日はお正月ということで、あー、松竹梅？そうそう、松竹梅で揃えました。いい、あ、これが出来上がりの、あ、かわいい着物のカラーじゃん、かわいい。そうなんです。例えば色で組み合わせたりとか、模様で組み合わせたり、模様の意味で組み合わせたりとか。イカスっていう名前の由来は何ですか？イカスっていうのは、まあ、日本語で新しい第二の人生を与えるっていう意味で、服として人生を終えた着物を新しくアートとして生かすっていう意味で使ってます。あ、これは選べるんですか？はい、一番気に入った柄で作った方が楽しいと思います。これが好きです、この柄が、はい、あ、いいチョイスですねいいチョイス、本当ですか？最初は裏まで回るように大体でいいので、ちょっと多めに切ります。はい、後で帰ります。はい、お願いします。何作ってるのかなって、自分が好きな部分を、はい、ここがいいとか、雲が入った方がいいとかノイさんは少し面が大きいので、こうグラデーションが入ると思います。で、これは袋帯なので裏を取ります。裏ってこういう風になってるんだね、帯のね。そうなんです。普段見ないよね、折ってあるので、ね、こういう糸がこういう風になってんだね。次は生地を留めるので、今回は絹が傷まないように絹専用の両面シートを使います。で、さっき考えたところを意識しながら、これは裏から雲はどこなのかなっていうのは見えるので、もっと海外に渡ればいいなっていう日本の知恵、日本の美、海外に渡ってもっと世界中に愛されるといいなと思いながら作ってるんですけど、今考えてるのは例えばメディテーションルームとかリトリートセンターとか、そういったり生地だけではなくて意味合いも大事にしてくれるところで飾りたいなっていう思いがあるんですけど、もうちょっとこう海外でどういうところでこういうが好まれるのかなっていうアドバイスをいただきたいっていうところもあります。でもせっかく今動画は192カ国の人が見てくださっていて、日本が好きだったりお料理が好きだったり日本を知っている方がたくさん見てくださっているから、着物子の皆さんコメント欄で教えてください。こういうところであればいいなとか、うちの国はこういうものは好きそうなところはここだなっていうのはあれば、ぜひ教えてください。すごい上手にできてます。いい感じ。お邪魔します。お邪魔します。お邪魔します。パパ待ってる、どうしよう。落ち着きみたいです。落ち着きみたい。もう一日中ポン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 やってこういう板を裏につけます。結構力が必要です。だいたい4箇所一直線になるように。これがちょっと難しいんですけど、まっすぐに入るように。いや、すごい、いや、すごい、すごい、いや、すごい、バイス。おぉ、これ絶対失敗。私も、こういう僕も何回もすごい上手いですね。これでも完成なんですけど、ここに紐をつけるとこう壁にかけることもできますし、このまんまテーブルに飾ったり。確かにこの大小重ねて置いといてもいいですよね、うん、隣に置いといてもいいし、家の中になんか違うところに置いといてもいいし。でこれを例えばセットに作るとこういう雲のところがこうつながったりとか、そういうところを考えながら作るのが私のファッションですね。紐をつけましょう。つけてみる？やっ
っぱり着物って海外でそのまま使うのは難しいと思うんですよね。クリーニングがなかったりとか、そもそも着るのが難しかったりとか。ただそういう着物の文化っていうのは、文様の意味合いもそうですし、生地として丈夫で素敵なものっていうのは知ってほしいので、服として海外に渡らなくてもこういうアート作品として知ってもらうのはすごくいいことだなと思って。確かにホームページと、あと、まあ、インスタもやってるんですけど、そこで模様の意味合いについて書いたりとか、工房に行ったりもしてますので、染め工房、織工房で、そういうところの風景を見せたりとか。アカウント名は着物イカスです。着物イカス、はい、フォローしてください。お願いします。購入はどこからできるんですか？サイトから買えます。ホームページと、あとインスタショップもあるので、そこからも行けます。できました。長寿の意味をある松の柄で、雲もおめでたい柄。そうですね、雲も流れて聞いていく永遠にっていうことで、ダブル長生きの文様になります。ニューイヤーステイにぴったりだね。セットで使ってください。 ありがとうございます。見て、すーちゃん、この松と松がここでつながるから、こうやってやればグラデーションの色もぴったりですね。で、うん、そうそう、そこがつながる。これを考えて選んだんですよ。すごい素敵素敵。わあ、すごい素敵な、華やかになるね。うん、これで2024年はハッピーにラッキーになる。はい、ありがとうございます。みんなもぜひあのホームページとインスタをチェックしてみてください。お願いします。チチ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 チそっか、そう、出るのがだからクリスマス前だ。今鼻取られてた。今鼻取られてた。あ、これほら、歌みたい。ほら、あ、ちゅじゃあみんなバイバイしよう。あ、ねえねえ、ちょっと待って、すーちゃんだけ綺麗だから、ママもお着物脱いでいい？いいよ。これじゃあパパも脱いでいい？で、すーちゃんだけ。パパ、スポポになりがち。嫌です。だって汗かいてる。ねえ、パパなんて書いてある？これゆもりもちゅるじ。あ、こっちだった。ゆもりもちゅるじ。うう、う、う、よし、じゃあね、みんな、ハッピーホリデー。ハッピーホリデー。もうちょっと前来て。ママは、今日はこういう縦のね、島の置物に絞りの帯です。じゃあね、見てくれてありがとう。また来週も見てねーですよ。せーの、来週も見てねー。 See you next week! Next week! Next week! Next week! I see you next week!